やあ、こんばんは、どうも。お疲れ様です。よし、今日はお話し会でした。帰ってお弁当を食べて、ロールケーキ食べて今です。めちゃくちゃ元気です。ロールケーキ食べたら元気になったので配信しようと思い配信しております。ケーキのおかげです。よかった、ロールケーキがあって。でも本当はいちごのケーキが食べたかったんですけど、全然いちごはなかったです。残念でした。コンビニのロールケーキ、うん、王道系、うん、しかなかったもん。しょうがない。でもめっちゃ久しぶりに食べたらすごい美味しかった。もう元気、うん、いちごを食べたかったね、うん。改めまして、確かに周年からのあの、そうですね、お話し会2日間でした。え、ネックレス沈みすぎててウケた。ちょっと救出、はい。そう。元気です、うん。2日間あっという間でしたね。でもなんかいやでもね、なんか今回の時間割がね、あの遅番みたいな感じ、遅番遅かったです。あのなんかあの何でし、徹夜じゃなくて夜勤的な感じでした。遅番、早番、遅番で言うと遅番です。夜勤は言い過ぎですね。そう、今回はね、この2日間は1時くらいから9時ぐらいまでだったんですよ。そう、でもこっちの方が助かる。うちの方が助かったです、うん。お洋服とネイルを合わせました。このね、赤い感じの色に、あ、すごいピントめっちゃ合ってる。赤い色に上からラメのネイルを重ねてみました。いい感じですが、もう取ろうか悩んでいます。もうちょっとこれでいようかな。そうなんです、こんな感じで、この今日の服と昨日着てた服はもう金曜日のうちに周年から帰ってきて、もう何着ようかなって一通りチェックして、あ、これとこれで行くならこの色にしようと思って。そう、今回の、あ、そうです、お話し会、オンラインお話し会用のネイルにしました。うん、だってね、そう、だってあの対面の時は手袋してるから見えないんですよ。見えないからおサボりしがちなんですけど、ちょっとオンラインはちゃんとしとこうと思って、見えるからね、手が、うん。だからちゃんと塗りました。2日間楽しかった、あっという間でした、うん。オンラインだった、リアルがもう一回あるので、今年は、はい。まだあと、でも来週も北海道の方に会えますし、北海道じゃなくても来る人もいるかな。
本州から向かう方もいると思うんですけど、はい、よろしくです。楽しみ。美味しいもの食べたいです。美味しいもの食べたい。来週、はいね、眠そうって、あのね、多分ね、ちょっと糖分取ってもう元気なんだけど、あの糖分結構急激に取ると、あの血糖値っていうものがですね、すごい上がるんですよ。当たり前の話してるんですけど、まあそれですね。うん、ジンギスカンいいよね。でも寿司かな、寿司がいいかも。寿司かな。うん、そんでまだ食べ物の話してるからね、私。寿司食べたいわ、食べたいよ。海鮮丼もいいね。うん、悩ましい。お寿司よね。うんうん、そう、知ってる、北海道は回転寿司も美味しいんだよね。そうそう、1年前の旭川で思いましたもん。めっちゃ美味しいのよ。うんうん、ねえ、美味しいよ。トリトン、トリトン、回転寿司のトリトン、知らない。美味しいんだ。トリトン、やばい、結構みんな聞いちゃったかも。みんな行くかな。うん、カニね、カニも食べたい。わかる、冬って最高だね、ほんと最高だよ。嫌いだけど寒いの好きじゃないけど、食べ物だけはねひどいんだよね。だからなんだよ、困るんだよ。美味しいものはいっぱいあるのに、寒くて動けないから、危ない季節よ。動いていこう。ね、本当にそう思います。大変。うん、うん、今日はお弁当ハンバーグ選びました、珍しく。なんかハンバーグのことはそんな好き、嫌いじゃないんです。ハンバーグのことは嫌いじゃないけど、そんな好きでもなくて。嫌いじゃないし好きじゃないんだけど、いい距離感なんです、私ハンバーグとは。そう、ただ今日はどうしてもハンバーグが良くて、なんか気持ち的には、うん、だから今日はハンバーグにした。今半の牛肉弁当ってやつか、ハンバーグ弁当の2択だったんだけど、まあ牛肉弁当はあの周年の日に食べたのね、金曜日に。だからまあハンバーグの方が今日は人気があって、それはもうなんとなく分かってたの。もうみんな絶対牛肉を食べたから、きっとハンバーグをみんな選ぶだろうと思って。だから今日はあの長い休憩が一応真ん中にあるんです。あの6部全部で6部あったんだけど、3部3部で間にちょっと長めの休憩があるんだけど、その長めの休憩の1個前の15分ぐらいのその空き時間の時にお弁当のブースのとこまで行ってハンバーグを確保したんだ。ハンバーグのために今日はそうちょっと時間を割いてハンバーグを確保したの。そしたらやっぱりハンバーグが最後の部の1個前くらいの時にはもう売り切れてて、そうハンバーグを確保しといてよかったと思って、うん、まあなんかヒーがずっとハンバーグ美味しいんだよって言ってて、今半のハンバーグ食べたことなかったんだけど、今日初めてだったんだけど、まあ
美味しかったかな。まあ美味しくてパクパク食べちゃったかな。うん、確かに早め早めの行動しててよかったです。美味しかったよ。今日はゆで卵みたいな、味玉か、ゆで卵の味付きって味玉が入っててね、それも美味しかった。それが美味しかった、もはや、うん、そこですわ。美味しかったですね。そう、それだけの報告ですか。はいはい。あとはケーキを買いたかったんですけど、もうケーキ屋さんのビジョンも見えてたのだって。終わってからもうケーキ屋行って、多分こういう配置で置いてあるっていうとこまでもう覚えてるくらいのとこだったんだけど、それでさ、それでさ、そこまで浮かんでたのにシャッター閉まっててさめっちゃ悲しかったんだけど、え、閉まってるじゃんって思って、ちょっとわざわざ遠回りじゃないけどしてったのよ。それでさ、それでさ、シャッターの見たらさ、辛かったわ。悔しすぎて嘘と思って、あれ前は開いてたんじゃないのと思って、あれですか、冬だから先早く閉める的な、それですか、それかもですね。そうですか、あ、日曜だから、確かにそれかも。もうめっちゃ悲しかったけどね、全然行くつもりなかったですけどみたいな顔して行くつもりなかったですみたいな顔して通り過ぎて、悲しかった。普通に、え、待って、思ってたのと違うと思って、そう、ショックだった。もうショックとかじゃない、顔を隠しても、いや別に別に寄るつもりないですけどっていう顔でマスクと帽子つけてたけど、目だけでも、いや別にっていう、うん、そういう顔にしてすぐ切り替えましたけど、それでもやっぱ悔しかったので、帰りに寄れるとこには寄って、最終的にロールケーキを買いました。マジでもね、やっぱそう、あの何、いちごはねやっぱないんだよね。いちご乗ったあのいっぱい入ってるフルーツのやつ、ああいうの食べたかったの今日は。うん、まあいいけど、美味しかったから、ロールケーキも美味しかったからいいけど、うん、まあ明日かき氷食べれば治ります、機嫌は。多分かき氷食べれるかな、明日食べれるはず。うん、まあそうっすね、簡単です、機嫌直すのは。はい、明日寒いの、え、この土日すっごい暖かく、あったかかった合ってる、あったかかった、合ってる。そう、明日は寒いの、マジか、困ったね。そうだよね、めっちゃめっちゃ寒い、やだ、この土日めっちゃあったかいのにずっと部屋いたけどね。ね、週末だけなんでこのぬくぬく気温。今日とか絶対夢の国行ったら楽しかったよね。夢の国行きたいけど絶対人多いから行きたくないかも。そう、行きたくないね、人絶対多い、人が多いのは困っちゃうな。今日絶対人いっぱいいたと思うよね、行きたいけど人がいっぱいなら大丈夫ってなっちゃうかも。うん、絶対混んでるよ。うん、
私はそんなに夢の国で生きてきましたっていうわけでもないんですけど、うん、そう、なんか年に1回くらい行きたくなるんですよね。行ったか、リラと行ったのが春だったかな、春に行ったかなぐらい。そうだ、半年に1回くらい。そうそうそう、たまに行きたくなるんですよ、そういうところに。あ、そう、そうなんだ。そうなんだすぎる。ほんとそうなんだね、私。うん、あんまりイメージないでしょ、ないでしょね。でもチュロスだけ食べに行きたくなる時もあんのよ。あーね、行きたいけどね。うん、あーユニバ行きたい、ユニバも行きたい。あ、ユニバにドンキーコングできるんだよね、知ってる、あれ合ってるかな、うん、そう、うん、ドンキ、行きたい、来年かな、来年できるのかな。また混むよね、ダメだ、混んじゃいけないんだよね、混んだらいけないからね、人が引いた頃に行きたいとこではある。そんなんのいつなんだいっていう感じではあるけど。うん、絶対多いやん。うん、誰か一緒に行こうって、一緒に行こうねっては言うんだけど、一緒に行ってないよね、そういう時って。行こうね行こうねって終わっちゃうんだけど結構。やばい、アンケート答えなきゃいけないの、昨日までだったね、知ってる、うわー無理。誰かアンケート。あー、ちょっとなんかどういう歌がいいかな、歌、歌のアンケート、歌、何の歌がいいんだよ、もうわかんない、ドボンコンとは別。どうしよう、ちょっと待って、考えないとと思ってたんだよね、そういえば。あー本当に無理だって、選択肢が多かったんだよ、アンケート。こんなの悩むじゃん、こんなの、こんなの悩むし、悩むわ、何にしよう、どういう歌にしようか。あー、サイコロとかいいね。運任せね、確かにそういうことしたらいいかも。無理すぎる、アンケート苦手、苦手なものの欄にアンケートって書いたぐらい苦手、無理。ちょっとちょっとちょうだい、なんか曲、曲ちょうだい、曲ください。雪の歌、雪の歌って何。雪の歌、うん、AKB 以外もいいって書いてあったんだよな。そう、でも AKB 以外の歌あんま分かんないんだよね。マジでいろんな曲聴かなきゃと思って、今ちょっと最近になって聴くようになったんだけど。あー、はいはい、アニメ系ね、そうだよね、うん、そうだよね。ワンピの歌、小さな頃には宝の地図が頭の中に浮かんでいて、ピンクスの酒を届けに行くよ。ああ、いいね、それもいいかも、いいかもしれない。
君が好きだと叫びたい。確かにそれもいいかも。あ、いいね。いいね。あー確かにアニソン系でいくか。あー、え、ウィアーが一番知られてるよね。羅針盤なんて渋滞のもと。確かにビンクスの酒歌いたいけど絶対みんなわかんないじゃん。三角チョコパイの季節、三角チョコパイの季節、こればっか歌ってた一時期。知り合いじゃなくて友達じゃなくて俺たちはファミリー。これもいいわ。確かに普通の歌があんまりないないないのよね。ない、歌える曲がね。なんかあったら教えて。どうせやばい。うん、この後考えなきゃ。待って、でも今日ワンピースあんのよ確か、日曜で。そう、30分後はもうワンピースの世界だから、とりあえず困るね。ね。見なきゃ。やばい。どういう話に行くの今日は。楽しみにしてます。はい。提出物もちゃんとやります。はい。確かに。さあ行こうが大好きなんだけどね、私は。あ、今日めっちゃクマのポーズしてるのはね、ここにクマがついてるからなの。もうこの色の服を見つけた時に、あ、この色多分絶対似合うなって思って自分に。で、ここにクマが乗ってたから、あ、これはもう私の服だと思って、今日はというかこの服は買ったんです。急なこの服の説明だから今日クマのポーズをしました。結構そう、これはもう私の服かもと思って勝手にそういうことにしました。はい、うん、かわいいよね。嬉しい、ありがとう。売り切れてたからすぐ買えてよかったです。旅行するならどこ行きたいはやめて。楽しみ。ちょっとネタバレしちゃいそうだから喋んないとこ。え、ちょっとじゃあ開けます急に来ました。ちょっともうダメです。やっぱもうね、左がずっと気になってしょうがない。この箱が気になってしょうがないから開けます。ごめんなさい。実は今日は2日間お疲れ様ってことで、もう開けたくてここに来ました。ごめんなさい、すいません。開けます。ありがとう。あれだけの夢をかき集め、探し物探しに行くのさ、ポケットのコイン、それと夢見舞え。We are on the cruise. We are. ありがとう。痛い。肘打った今。肘ゴンってなった。痛い。ごめんなさい。開けていきます。
じゃーん、何も言わずに終わったんだけど、1回目最後ケイミーだった、かわいい、めっちゃ綺麗なケイミー。これさ、ちょっとずつ意味分かって、カウンターとかの意味がなんとなく分かってきたぞ。多分この場合は、この6枚の場合はちょっとルールもね、最近やっとね意味分かったんですけど、これとこれとこれが多分同じ時期にできるんですよ、緑色だから。まずそういう分け方をして、そんで、そう、これは魚人族だけで組まなきゃいけないんだっけな、こういう感じで。そうそうそう、魚人族で戦いますみたいな、同じじゃなかったかな。そう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 、ちょっとまだよく分かってないんですけど、うん、ブロッカーとか書いてある。あ、これはなんか身代わりになってくれる気がします。あ、やばい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 、え、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。そう、身代わりになってくれるんじゃないか、知らんけど。そうそう、自分のリーダーが特徴を持つ場合、このキャラのこのキャラをアクティブにし、このキャラはこのターン中パワープラス1000。お、なるほどね、なんとなく理解してきましたルールを。でもまだわからないですね、誰か一緒にやってください。これ一緒にやんないと絶対わかんないんだよね、ちょっとバラバラになっちゃったかも。次いきます、ジェルマ、あ、最高。あ、プリンちゃん、やばい、レギュラー、うわ、ブルハム、なんか多分順番違ったかも、ちょっとマジ難しい。しみたれた夜をぶっ飛ばせ、宝箱に興味はないけど、おお、カマキリ、おお、うわ、シンドリーちゃん、え、シャンクス、また出たシャンクス、これ前も出たよね、めっちゃ強いよ多分、これ多分強いっすね、これ相手のパワー1枚以下のキャラを1枚までを KO するだって、KO できんじゃん。 KO ってもういっちゃん強いんじゃない、知らんけど、多分ちょっとルール分かってきてなんか楽しいかもね。シャンクス強そう。あの右上の数字がね、やっぱ大事な気がしてきた、多分ね、が強さレベルでした、やっぱり。うん、でもこれ10も使うんだね、あれ、ドンカード10ってこと、この左上の数字は。そういう意味だったのかしら、確か。知らんけど。これゼロじゃん。ゼロなんだけど、何？難しい。ちょっとよくわからんですけど。難しいです。わかんないよ、これ。多分そうなんだよな。じゃん、おー、ヒクノジョ、あ、ヒクノジョさん、多分そう、ここの枚数ドンカードを使うはずなんだよね、これがリーダーカードなはず、違うかな、多分これリーダー、難しいな、うん、じゃーん、カッパの川松、ふふ船、うわ、滑稽ゼフ、じゃーん、じゃん、お、ペローナだ、かわいい、ペローナちゃん、やっぱルフィのカードで私はやりたいですけどね、まだ勉強不足、ちょっともうちょっとね調べないと理解が難しい、初級編見てるんだけどね、初級編だけじゃね、ちょっと難しいっす。
じゃーん。おう。そうなんだよな。君は何なんだい？説明がないけど、君は何なんだい？なんなんだい？これは何なんだ？難しいっすよね。そうそうそう。まだまだ開けます。稲妻。30分。じゃん。アイスさ。じゃん。じゃーん。1。自分の場のドンが相手の場のドンの枚数以下の場合、相手のキャラ1枚までをこのターン中パワーマイナス2000にし、このキャラは速攻を得る。すぐ戦ってくれるんですよ、速攻が入ってたら確か。うん、登場したらすぐ、登場してすぐは確か攻撃できないんですよ。そうです。だからそういうことです。わからないんですけど、わかりません。うん、自分の場のドンが相手の場のドンの枚数以下の場合難しい。もう頭シワできる。これもうルール理解してる頃にはシワシワだよ。もう本当に難しいな。そんなことないんだけどね、あの見てるだけじゃね、やっぱ難しいっすね、やらんと。羅針盤なんて渋滞のもと、猫まむしはネガティブフォロー、ネガティブフォローのこの何相手の手札1枚を捨てる。おお、トリガーっていう、トリガーって機能なんだったかな、あれか、ライフのところにあったらいいのかしら、トリガーって。あれあった、えだったっけな。でこのカードが引いたら多分阻止できるかなんか、あーちょっとわからん。だマジでカードの枚数えげつないっす。私わだつみ、じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃん待って、バルトロメオかと思った一瞬。ちょっとこと、あの似てるね。自分の手札から特徴を持つカードを1枚捨てるか。自分の手札から、え、どういうこと。へえ、強いのかな。まだ行きます。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃ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 ーん、じゃーん、じゃーん、お、ゴムゴム、じゃ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 ーん、じゃ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 ーじゃーじゃーん、じゃーじゃーん、お、準レギュラー、じゃーん、じゃーん、じゃーじゃーん、じゃ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 、え、パッと見はっちゃんなんだけど、じゃ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 、お、ナミさん、自分のリーダーかキャラ1枚まではこのターン中バニッシュを得る。ババニッシュバニッシュってなんじゃ。このカードがダメージを与えた場合、トリガーは発動せず、そのカードはトラッシュに置かれる。あ、トラッシュだからまあ無効にできるっていうか消せるんだ。知らん、難しい、よくわかんないけどね、めっちゃ難しい。カタカナが多いんですよ、全部ほぼカタカナ、ルールが。じゃん、じゃん、じゃん、なんか多くない？
かぶり、かぶりばっかじゃない？どうなの？ルックじゃん。相手のコスト4以下のキャラ1枚までをトラッシュに置く。お、強いのでは。コスト4以下か。コスト4ってことはこれが4以下じゃないとダメなんだ。相手は自身のトラッシュのカードを3枚まで好きな順番で。トラッシュって何？なんだっけ、トラッシュのカード3枚ってことあれか、引くところ、札がいっぱいあるとこ。わからん。やはははやはははやははやはははゾロです。ガープです。お、あーうんじゃん、あーじゃん、おーでん、お、なんか強そう。え、怖っ、怖い、顔が怖いんですけど見て、めっちゃ怖い。相手のキャラがドン、合計2枚までをレストにする。その後自分のライフの上から1枚を手札に加える。速攻だ。とりあえず速攻は使える。速攻、速攻ってさ、スラムダンクになかった？待って、時間ない、無理、全部開けないと無理。ちょっとスピード上げていくか。速攻速攻速攻は、あ、ペローナじゃーん。アブサロム好きくない？私があんまりカードについて何も言わなければすぐ開けられるね。うおー、なんかアップ系一時、アップの一時ゼフ結構出てくるようになったね、嬉しい。このジゴロもなんか地味に出てね。あー、かわいい、このほっぺ。あ、ヤマト、こないだも見たぞ。おお、龍馬だ。うわ、あ、登場時に KO してくれる。開けてきます。ボーンエンソールサウロだ。太陽を浴びてボーンエンソール踊り出そうよ。おー、ほうほう、次いきます。あとね5個ぐらいある。やばい、マジで終わらんかも。頑張る。じゃあ4時20、あんま持ってないな。戦国でんでん、月光守屋でん、うおー好き。ゾロちゃん、そうだった、私ゾロのかっこいいカードを求めてたんだった。何にも考えずに今日開けてる、ずっと。めっちゃ懐かしい、なんかもう、あー、おーおー、じゃん、おー、鶴さんね。自分の手札2枚を捨てることができる、それってすごいの？難しいな、何がすごくて何が悪いのか、何がいいのか何が悪いのかわからない。じゃーんじゃーんじゃーんじゃん、ででーん、あれ、さっきと一緒じゃん、違うパターン。あ、速攻、このカードは登場したターンにアタックできる。相手のキャラがドン、合計2枚までをレストにする。そのちょっとカタカナ多いんだよね、難しい。もう時間がない、無理、てくよ。そこ
なんかもうもうカード覚えてきた。あ、クさん、じゃーん、トットムジカ、すごい、自分の歌1枚をレストにできる、このキャラはこのターン中パワープラス5000だって、強い、多分このターン中はパワー5000だよ。ちょ、すごいのかな、時間ない、くしゃくしゃだぜ。トットムジカって名前だけで強そうだよね、確かに。え、もうさっき見たシリーズじゃんこれ、何それ。じゃん、うえ、キロキロ、まあまあ見た気がする前も。ゾロさんいないの、じゃん、あ、2時久しぶり、祭り残尺もちょっと地味に多いのでは。あ、はっちゃん、あ、はっちゃんの方が全然いい顔してた。あー、技ね、やばい、シンプル、あと2個で終わるんだけど、え、早くない、ピリピリだぜ、ナイス、これやだ、うん、大津、じゃん、じゃーん、4時、やばい、もうラスト、やばい、もう時間ないから、時間ないから何も感想言えてない、今日のカード無心で開けてた、とりあえず、じゃんじゃん、じゃじゃんじゃん、じゃじゃじゃんじゃん、じゃじゃじゃん、お、最後、バレット、バレットこんなだったっけ、めっちゃ強かったよね、ってことはめっちゃ強いんじゃね、ブロッカーを得る、なんか強そう、バレット締めか、なんか渋かったっすね、この今日なんか渋め、まあ楽しかったです、やばい、またこれ、これ分の振り分けをしないといけないっていう課題も生まれました。ちょっと早いですがランキング見ます、ドララっていきます、すいません。13位クラアットマークチーメイト大好き、12位野良猫、11位どんぐりっこアットマークその色好きになりました、10位、本校の春マットマークお話かありがとう、こちらこそ、9位あやーこアットマーク隣から、8位笑顔になるのはヤマピョンアットマーク年末は握手会アンレイムファンミよろしく、7位 TK トンカラアットマークタイありがとうコップンカー、6位ウンジンアットマーク元気になったけどもう会いたいよね、会おうね、5位ケンケンアットマークありったけの握手券かき集め、なるに会いに行くのさ、ありがとう、待ってる、集めてね、買ってください、4位パンさん、3位リカちゃんアンレイム二次当選して再選ください、待ってるよ、あ、やばい、あともう終わるよアンレイムの募集が、2位サイバーアットマーク今日親父の誕生日親父おめでとう、1位ユウアットマーク札幌ファンミー待ってるよ、よろしく、はい、ということでめちゃめちゃにギッギリの配信で悔しいです、もうちょっとやりたいっす、アンレイム、あ、もう終わりです、申し込み終わりです、もう終わりのようなものです、ここにいる人は、また次の機会を応募してくださった皆さんもありがとうございます、ということでなんか走ってしまって申し訳ないですが終わります、悲しい、もうちょっと配信したかった、また改めて配信させてください、いつか、もう終わるかな、ありがとうございました。